ね、試合の中で行っていくピックアンドロール、これを仕掛けるときに陥りがちな、まあ、ポイントですね。この改善策ということでお伝えしていきます。でどういうことかというと、例えば45度でウィングやってます。でビッグマンがいます。でガードの選手にボールを預かって、さあピックアンドロールやりましょうと指示を受けました。こちらも指示しました。はい、今からピックアンドロール上からスクリーンかけてもらってトライしようとしてうまく成功したんですが、ここでなんかちょっとこう狭い、まあ、こちらは続いているんですけど、目の前のディフェンスのヘルプが気になってアタックもできないし、なんかちょっとこれガードの選手がですね、スペーシングをあまり与えていない。これ結構ですね、試合の中で往々にしてあります。もう一度お伝えします。ガードの選手が所定のポジションに立ったままプレーをこうやって見てることで、ピックアンドロールのポテンシャルが狭い、なので何もそのアウトプレーが発展しないということが往々にして起こります。でこれ本当に意識してほしいことがですね、やっぱりピックアンドロールの質の高い、アクションを仕掛けているときはスペースをください、はい、のようにガードの選手がアウェイとちょっと離れるわけです。距離感を保ってこちらのプレーを見届けます。でここからクリエイトしていけばこのプレーが飛びますので、シュートということもできますし、仮に足首がシュートをもらったりストレートアタックすることで支えてますし、このスペースがあるので、いろんなことがクリエイトしやすくなります。でそんな中でガードの選手のディフェンダーが乗ってきたらパスという形で彼をオープンにして外角シュートを狙ってもらってもいいですし、今のような形でですね、それぞれのプレーが、いいスペーシングを心がけることで、かなり効果的に近づいているようになりますので、これ結構起こりがちです。45分までキックするときはこの隣接しているポジションの選手はなるべく広がってですね、スペースを十分に確保してあげる、これをぜひ意識されてみてください。はい、今回ですね、ピックアンドロールをする際の一つ、意識すべき大切なポイント、これについてご紹介させていただきました。でこれとはまた別の、今度はボールハンドラー自身が目の前のディフェンスをですね、1対1で出し抜いていく、そんな時に使える実践的な4つの、ドリブルムーブ、これをですね今、無料動画として、プレゼントさせていただいております。でこのプレゼント動画が日本全国4万人以上の方にご視聴いただきまして、試合でかなりうまくいったかとか、点につながりましたということで大好評いただいております。でそのプレゼントがこの動画の概要欄からゲットできるようになっておりますので、ぜひご登録いただいて、あなたの大切なゲームでやってください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。